情報量が多かったチェンソーマン第1話、10月11日24時に待望のチェンソーマン第1話が放送されました。映像作画とんでもないクオリティ、非常に度肝を抜かれ、ツイッタートレンドもチェンソーマン一色に埋め尽くされました。60万以上のツイート数を叩き出しており、ブリーチが45万くらい、水星の魔女が30万くらいだったことを加味するとかなりの注目度だったことがわかります。なお日本だけでなく世界でもトレンド入り、そして間に割り込むエンバペ。さてチェンソーマン、見てわかる通り海外からの注目というのがものすごく、評価だと MAL スコアが 9.05、 歴代アニメ7位、 IMDB スコアが 9.4、 歴代アニメ2位という数値を叩き出しています。ちなみにこれは午前9時時点の数字なので、ここからまた動くと思いますし、多分動画アップ時点で変わっていると思います。1話の評価としてはかなり上々の評価。ちなみに今のところ歴代アニメ1位の位置にいるのは先日放送されたブリーチ、ぶっちぎりです。ブリーチはすごかった。クオリティも構成もめちゃくちゃ良かった。まあここでブリーチの話をしてしまうと無限に語ってしまうので、今回はチェンソーマンについて。チェンソーマン第1話で印象的だったのはいろいろあったんですが、やはりオープニングは様々な映画のパロディで構成されており、非常に情報量の多いオープニングとなっていました。今回はそんなオープニングのオマージュや細かいネタについて見ていこうと思います。スーツ姿で並んで歩くシーン、元ネタはレザボアドックス、1992年のアメリカ映画、犯罪者たちが主役の映画なので、サングラスかけている人たちは犯罪者です。このシーンは構図が完全一致というわけではないので、元ネタ確定とまでは言い切れないところ。デンジがポチタを抱きかかえるシーン、元ネタは悪魔の生贄。悪魔の生贄は1974年のアメリカのホラー映画、愉快なチェンソーおじさんがバッタバッタと人を倒していく楽しい映画です。オープニングの元となったこのシーンは墓荒らしのシーン。オープニングでは感動の場面ですが、元ネタとの落差がすごいです。元ネタすぐに分かった人は爆笑したことでしょう。岸辺が銃を構えるシーン、元ネタはパルプフィクション、1994年公開のアメリカ映画。オープニングの元となったこのシーンは強盗にあったが、逆にその強盗に銃を突きつけたシーン。ちなみにこの後強盗に財布を渡すわけですが、その財布に刺繍されていたのはバッドマザーフッカー、デンジー VS サムライソードのシーン。元ネタは貞子 VS カヤコ、2016年の日本のホラー映画。ここであれって気づいた人は多いでしょう。バケモンにはバケモンをぶつけんだよ。ちなみに貞子 VS カヤコは4巻の作者コメントで貞子 VS カヤコ大好きと触れられています。暴力の魔人のシーン、元ネタはノーカントリー、現代はノーカントリーフォーオールドメン、2007年制作のアメリカ映画。この作品に出てくるアントン・シガーが暴力の魔人となっているわけですが、アントン・シガーは悪役です。ただ主役以上に目立った悪役、殺し屋であり、結果的に出会った人間のほとんどを殺害した男、まさに暴力の象徴。それが暴力の魔人と重ねられている。なおノーカントリーの原作となった小説の放題は血と暴力の国、暴力ですね。運転のシーン、元ネタは Once Upon a Time in Hollywood、 2019年のアメリカ・イギリス映画、レオナルド・ディカプリオとブラッド・ピットの初共演作品ということで話題を呼びました。ちなみに運転シーンはアキがブラピ、デンジがディカプリオとなります。会議室のシーン、元ネタはアタック・オブ・ザ・キラートマト、1978年に公開されたアメリカのクソ映画です。この会議室はなぜか狭すぎる会議室ということでネタになったもの。なおアタック・オブ・ザ・キラートマトはちゃんとクソ映画なので、見るときは心して見るようにしましょう。怖がるデンジと笑うパワーのシーン、元ネタは女優霊、1996年公開の日本のホラー映画。女優霊は7巻の作者コメントで女優霊大好きと触れられています。階段に座る天使の悪魔のシーン、元ネタはジェイコブス・ラダー、1990年に制作された映画となります。ジェイコブはヘブライ語のヤコブの英語読みで、ラダーは階段やはしごを意味する。ジェイコブス・ラダーというタイトルは旧約聖書ヤコブのはしごのこと。天使が登ったり降りたりする天から地まで至る階段を表しています。天使に関連するということで、階段に座る天使の悪魔、元ネタと描写を関連付けた映像となっています。なおジェイコブス・ラダーは10巻の作者コメントでジェイコブス・ラダー大好きと触れられています。アキと姫野のシーン、元ネタはコンスタンティン、2005年制作のアメリカ映画。悪魔払いを生業とするキアヌ・リーブス主演の映画。個人的な推測でしかないのですが、アキというキャラクターは少なからずコンスタンティンの影響を受けているのではないかと思っています。悪魔との戦い、そしてタバコ、コンスタンティンはくどいくらいに喫煙ネタが出てきます。さらに相方が天使という点、共通点が多く、このオープニングのシーンもそれらの共通点を踏まえてアキのシーンをコンスタン
ンティンのオマージュにしたのかもしれません。ちなみにコンスタンティンはここに来て続編が決定しました。終わり方がねすごく気になる引きだったので続編は普通に嬉しいです。ボーリングのシーン構図が違うので確定とは言えませんが、元ネタと思われるのはビッグリボースキー、1998年制作のアメリカ映画。そしてパワーの水着シーン、パワーの水着には元ネタは今のところないように思いますが、パワーと書かれたクソ派手フォントはそうラブ&サンダーが元ネタと思われます。2022年の映画、オープニングもエフェクトで電気がビリビリしていますしね。というわけで映画オマージュは以上。正直見落としていてこれ以外にもありそうなんですが、ひとまずこんなところ。このシーンがファイトクラブなんじゃないかと言われてたりもするそうですが、ちょっと自分はわからないです。ではここから映画オマージュ以外のオープニングの細かいネタについて見ていきます。レンジの後ろに描かれている悪魔の絵、オープニングの一番最初チェンソーを吹かすシーンの後ろを目を凝らしてよく見ると悪魔の絵が描かれています。これは新曲地獄編における挿絵。新曲とは13世紀から14世紀にかけてのイタリアの詩人政治家ダンテ・アリギエリの代表作であり、その内容はダンテが古代ローマの詩人ウェルギリウスと出会い、彼に導かれて地獄、煉獄、天国と彼岸の国を遍歴して回るお話となっています。オープニングの元ネタとなった挿絵はなんとか悪魔たちの職から逃れようとするデバルト王の御家人と名乗る亡者が、一人の悪魔の足で追いかけず翼だけで飛んで隠れるから鬼ごっこしようぜとナメプをしてまんまと隠れている隙に逃げられるという間抜けな悪魔の絵になります。鬼ごっこを提案した悪魔は他の悪魔にブチギレられ喧嘩となり歴世の池に転落します。哀れな悪魔。そんな悪魔とデンジをオープニングは重ね合わせているわけで、結構侮辱的で残酷な描写となっています。ロイコクロリディウム、マキマがデンジに食べさせようとしているもの、それはロイコクロリディウム。ロイコクロリディウムはカタツムリに寄生し鳥に食べさせ、鳥の体内で卵を産み、鳥の糞とともに卵が排出され、その糞をカタツムリが食べて再びカタツムリに侵入という構図になっています。決定的なネタバレになるのであまり触れませんが、カタツムリを支配する、鳥に自分を食べさせる原作のマキマ要素が入っており、非常に深い描写となっています。綺麗な絵が描かれている壁の向こうを見るマキマとアキのシーン、これは読書と知識で見える世界が変わってくる風刺画が元ネタ、もしくはイクアティ、イクオリティ、レアリティの公平さや公正さのイラスト。イクアティ、イクオリティ、レアリティは社会全体の理解を深めて公正にしていこうねっていうイラストです。まあ綺麗な壁と山積みの本から多分元ネタはこっち。パワーとデンジは綺麗な世界で、それが壁だとも気づかず無邪気に遊ぶ。アキとマキマにはそれは違う世界に見えている。ただアキの足元が雪合戦の雪であることと、マキマはもはや次元の違うとんでもない世界を見ているということで、風刺画とはまたちょっと違ったチェンソーマンならではの世界観を表しています。マキマの見ている世界とは何なのか、それは具体的にはまだ原作でも明かされていません。さよならエリ、オープニング終盤の爆発シーン、これはさよならエリのセリフオマージュであると。さよならエリのオマージュはチェンソーマン2部でもありました。というわけで以上オープニングに関してでした。オマージュも多い、原作を絡めた要素も多い、なんとも情報量の多いオープニングでした。さてではここからアニメ1話の個人的な感想を軽く話したいと思います。出来栄えは素晴らしかった。特に目を引いたのは背景作がめちゃくちゃ気合入っていました。全体的に暗い絵面が続くので本来背景は目立たないのですが、しっかり引き立っていました。作画は安定していて完璧。ただ戦闘シーンの CG について一部で色々言われていることは把握していますが、自分は普通に良かったと思う派ですね。戦闘に慣れていない、動き慣れていない部分が見えて良かったし、あと批判じゃないんですけど、そもそもマッパさんの戦闘シーン、重心だったり動きだったりで違和感がある部分が今まで多かったので、なんか変に軽さを感じたりとか、それが CG になって逆に良くなったと思いました。まあ戦闘シーンに関しては1話じゃなくてコウモリの悪魔あたりからが本番だと思うので、 CG はちょっとって思った人も一旦保留くらいでいいんじゃないでしょうか。まあ褒めてばかりもあれなんで、一応うーんって思った部分を無理やり上げるとするならば、演出で実写に寄せているという部分ですかね。アニメ放送前に監督インタビューとかで把握はしていたんですが、チェンソーマンはアニメした感じではなく、ドラマなどの実写に寄せた感じでいくという方向性で決まっていました。声優の演技などもその方向性で指導が入っていて、それゆえ独特の緊張感だったり現実感だったりが高まっていて、アニメがよりリアルに感じられるものとなっていました。なのでそれ自体はすごくいい。映画などのパロディも含む漫画なので世界観も合っています。ただドラマなどの演出に寄せようとするとどうしても漫画的なアニメ的な表現はなくなる。なので
で原作にあった漫画ならではの構図とかはアニメではなくなっていました。例えばデンジがチェンスを吹かすシーンとか、あの構図好きなんですが、アニメではなくなっていました。あとは原作のパッ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 というスピーディーなコマの展開とか、原作とアニメを比べるというのはどの作品でも発生するものですが、特にチェンソーマンはアニメがアニメしている表現から脱却しようとしている以上、原作との大きな違いを感じる人が多くなると思います。なのでアニメ見て原作に興味持ってチェンソーマン読んでみようと、そう思った人はちょっと読むの待ってもいいかも。アニメが実写に寄せようとしている以上、原作での記憶がノイズになるので、アニメを 100% 楽しみたいなら、一旦初見はアニメで見て、それから原作を見るという流れの方がいいかもです。はい、というわけで感想でした。まあこういう感想でネガティブな感想を述べると、批判的な部分だけがピックアップされて、ああアニメダメだったんだと勘違いされがちなんですが、アニメはめちゃくちゃ良かったです。これからの楽しみが増えました。今期アニメはチェンソーマン、ブリーチ、水星の魔女、ブルーロックと、もうクオリティ高くて面白いアニメが多すぎてちょっと楽しすぎますね。はい、次回も楽しみです。じゃ。